高浜中学校吹奏楽部による定期演奏会がこのほど開かれ、部員たちが息の合った演奏を披露しました。高浜町の文化会館で開かれた定期演奏会では、県のコンクールで演奏した自由曲アルセナールや J-POP メドレーなど8曲が披露されました。ステージには1年生から3年生までの部員合わせて38人が立ち、力強い音色を響かせていました。3年生部員にとってこの日が中学校でのラストステージ。会場には部員たちの家族や友人らが訪れ、息の合った演奏に聞き入っていました。演奏の途中には3年生へのサプライズとして、感謝やお疲れ様などと書かれたプログラムを観客が掲げるという演出もあり、会場が暖かい空気に包まれました。演奏会前はもうよしやってやるぞっていう雰囲気があふれ出していて、その気合が十分あったと思います。緊張したけど、見てくれてる地域の方々の皆さんが温かく見守ってくれて、とても演奏しやすかったです。先輩たちに教えてもらってここまでうまくできたし、後輩とも仲良くできて楽しい3年間を送れたなと思います。いろんな人にその最後の引退のステージ見てもらえて嬉しいなと思います。